こんにちは、梅です。ベイサイド、リバーサイドでゆったり和風のホテルラウンジはいかがでしょうか。情報には出遅れることが多いけど、今回はついにとってもお得に泊まりましたよ。誰かに感謝。東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ竹芝駅です。東口、雨に濡れずに行ける竹芝客船ターミナル方面。船にも乗りたいけど、本日のプランは、ホテルインターコンチネンタル東京ベイもっと Tokyo はなごみラウンジ特典付きです。サウスタワーに入って、そのまま案内に従って直進、ホテルインターコンチネンタル東京ベイ。前回は2022年6月訪問。外からの出入り口から来たらこんな感じ。左右のドアまたは回転扉からどうぞ。素敵なレストランも多数あり、2020年に25周年を迎え、客室ラウンジなど館内全体を通してリニューアル。20回クラブインターコンチネンタルラウンジは2023年2月15日まで改装工事。1階暖炉のあるラウンジとフロント、チェックインはラウンジでも OK とのことで、ゴーはなごみラウンジ3階、営業時間8時から19時30分。2021年3月オープン。155平方メートル42席はなごみラウンジウェルカムスイーツ、朝食スイーツタイムとカクテルタイム。添い寝の場合は別料金が発生するも、終日子どもの入場 OK。 2023年2月1日より始まった新システムということで期待が高まります。ビュッフェ台行くわよ。手袋、カウンター、バニラクッキー、コンペイト、趣味のおかき、いろいろ、麦チョコ、ストロベリーアーモンド、アーモンドシュガー、世界のお茶専門店ルシティアの日本茶、白桃煎茶、お前様、夢語り、ヨーヨー製風、お湯、エスプレッソ業務用コーヒーマシン、モメントミルク、カプセル3種類、インテンソ、ビアンコインテンソ、ルンゴ、デカフェナート、冷蔵庫内、ジュース、リンゴオレンジ、ソーダ、ジンジャーエール、コーラ、ティーセット来ました。サーモンのサンドイッチ、ピスタチオのスコーン、マフィン、チョコとミニマカロン、紫芋の蜜まんじゅう、バター、はちみつ、サンドイッチ、おいしい、スコーンが温かい、おいしい。インターコンチネンタルで出会いがち、紫芋の蜜まんじゅう、緑茶がとてもおいしい、あると我慢できないお菓子も。お部屋へ。客室エレベーター4機、カードキータッチして回数ボタンを押す式。2020年の全館リノベーションにより、18、19階の2フロアのみだったエグゼクティブフロアは14、15階の42室を加え大幅に増床。その14、15階がラウンジアクセス付きです。カードキータッチでオープン。エグゼクティブフロア、リバービュー35平方メートル、左がバスルーム、右が鏡とクロゼットです。ツインルーム、ベッドサイズ 122cm×203cm、 CD 社との共同開発によるコンセプトベッド、ブラックレーベル、昭和西川との共同開発による業界初の抗菌加工羽毛布団、枕、照明スイッチ、 USB コンセント2、電源コンセント1、目覚まし時計、ティッシュ、ベンチチェスト、テレビ、スピーカー、ソファー椅子、テーブル、デイベッドソファー、ゴミ箱、ベッドサイドテーブル、メモ、電話、照明スイッチ、 USB コンセント2、電源コンセント1、テレビガイド、ワウワウ、カートゥーン、海外テレビなど、画面が見やすいし、スピーカーが優れもの、窓際にかわいい丸い照明、コンセント付き、おしゃれ飾り棚。ビューはリバービュー隅田川、竹芝客船ターミナル、ピアモール円形エントランス、円形吹き抜け、下から見るとこんな感じ。ニューピア竹芝サウスタワーが正面、
ター店。車高が完璧。テーブルにリモコン消毒、ホテル案内。ベンチチェスト、サービス料 13% から 15%。 テレビガイド、かわいいペーパーバッグ。キャビネットを開くと、エスプレッソコーヒーメーカー、湯沸かしポット、アイスペール、ミネラルウォーター、紅茶、ほうじ茶、煎茶、グラス、お茶碗、 TWG もあるよ。コーヒーカプセルはローマ、ボリュート、デカフェ2個ずつ。冷蔵庫は冷凍コーナーなし。レッドブル、氷結ビール、ポッキー、天然水、お茶、コーヒー、カキピー、プリングルス、ビール900円。クロゼット、枕、クッションハンガーに木製ハンガー6、バスローブ、木製ハンガーさらに6、バゲージラック、スリッパ、アイロン、非常灯、アイロン台、大きい、ブラシ、傘、靴べら、バスルームです。トイレ、洗面所、お風呂一体型、陶器製の大きい浴槽、2ダイヤル、混合水洗、シャワー切り替えハンドル、ハンドシャワー、バスソルト、ティッシュ、固形石鹸、ボディタオル、レイザー、歯ブラシ、コットン、シャワーキャップ、爪のお手入れ。ふぅ。スウェーデン発のライフスタイルブランド、バイレード、ポンプ式ボディローション、ハンドウォッシュ、ハンドタオル、大きい陶器製ワンボール、シングルレバー、混合水洗、イタリア、ジッシー、コップ、テレビ音声コントロール、電源コンセント、バスタオル、ドライヤー、パナソニックナノイー、ヘルスメーター、シャワーブース独立、ハンドシャワーとヘッドシャワー、シャワー切り替え式、サーモスタット、混合水洗、バイレードポンプ式シャンプーコンディショナー、トートウォシュレット。はなごみラウンジカクテルタイム。総料理長、中畝道也先生監修のお品書き。夜のセッティング、外は暗くなってビュッフェ台行くわよ。ケーキ3種類、クラッカー、ブルーチーズ、カマンベールチーズ、ミックスナッツ、ジャッキーカルパス、オリーブ、赤ワイン、ウイスキー、麦焼酎、日本酒2種類、かわいいおチョコと綺麗な片口とっくり、冷蔵庫の花壇にスパークリング日本酒、ミオ、白ワイン、ビール、ノンアルコール日本酒。席に一の膳来ました。おいしそう。高崎南蛮漬け、ホタルイカ沖漬け、ひじきに卵焼き、野菜揚げ、菜の花おひたし、茶碗蒸し、スパークリング日本酒で乾杯。ふわふわ茶碗蒸し、おいしい。サギも酸っぱすぎず美味しい。プリップリのホタルイカ、幸せ。日本酒だね、いい香り。乾杯。これは何かな、練り物的な。季節感いっぱい菜の花のおひたし、野菜はここにも。もう満足だけど瓶ビール、食べたいおつまみ揃っているし、乾杯。カマンベール一口でいける。二の膳来ました。わあ、タラの芽、こごみ、おうちで揚げたて天ぷらは初めて。キス、イカ、エビ、マイタケ、そしてお寿司。はい、マグロ、サーモン、ハマチ、アナゴ、おいしそう。3種類、抹茶、スパイシー、こごみもタラの芽もサクッと春の香り。キス天は天つゆで美味しい。日本酒進む。まあまあ、どうぞどうぞ。
どうもどうも。乾杯。お寿司マグロから食べる？おいしい。舞茸天ぷらはお塩で。いいよね。アナゴも最高。タイのお寿司も召し上がれ。持ってきました。ケーキも食べてって言ってる。赤ワインいい香り。乾杯。クリームとスポンジのバランス最高。おいしい。乾き物で終了。ごちそうさまでした。お部屋からの夜景がいいです。船ってロマンいっぱいだよね。は、なごみラウンジの朝食です。あ、おなじみセブンアイランド大量。島にも行きたい。3階シェフズライブキッチン。とても惹かれるけど今日はラウンジでは朝食。はなごみラウンジ行くわよ。カウンターは綺麗さっぱりで、お茶とコーヒー。冷蔵庫はウーロン茶ジュース炭酸。窓にすだれ。朝も総料理長中畝道也先生監修のお品書き。ありがたや。和朝食登場。蒸し野菜もあるわよ。わーい。さつま揚げ牛肉しぐれ煮さわら西京焼き和風オムレツ梅干しほうれん草マグロの炙りサラダ焼きなすの湯葉あんかけビーツとアサイのスムージー熱々蒸し野菜ビーツ赤カブとアサイアマゾン原産のヨシ科の植物のスムージー健康的かわいい手まり麩のお味噌汁マグロの炙りおいしい。サラダもこんなにかわいくなってるの。和風オムレツふわとろアオサの香り焼きなす湯葉あんかけのふわとろ朝ごはんに温野菜ってほっこり。おいしいごまだれで召し上がれ。絶対におかわりはしないぞ。チョコにパンナコッタはいかがでしょうか。優しい甘さ。キラキラフルーツで大満足。ごちそうさまでした。お会計です。信じられないくらい丸得。もあるんだなという感じの超破格値に感動。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てねー。